立命館大学経営学部4回生の桃太郎です。本日はどうぞよろしくお願いします。はい、桃太郎さん、こちらこそよろしくお願いします。では時間も限られておりますので早速始めていきますね。はいはい、ではまずはじめに弊社を志望した動機そして理由、こちらを教えてください。あ、はい、御社を志望したのは御社のビジネスモデルに共感したからです。うん、御社は関西圏を中心に事業展開されておりますが、それはとても地域経済の活性に貢献していると考えます。うん、私も幼少期から御社のことを存じ上げておりますが、年を重ねるにつれてそれはとてもすごいことだなと気づきました。ほう、それで、あ、はい、なんだっけ、それでその凄さに気づいて、入社したいと思いました。なるほど。じゃあ次の質問に行きたいんですが、まあ、ちょっと緊張されてるみたいだから、まあ、アイスブレイクの意味も込めて私たちに質問ってありますか？あ、あります。あ、そうですか。じゃあお願いします。はい、御社のアピールポイントを教えてください。アピールポイント、1年目の年収500万、平均年収1000万。おぉ、すごいですね。まあ、社員の幸せがうちの株価みたいなもんですから。じゃあ、他に聞きたいことはあるかな？あ、はい。じゃあ、最後に、平均残業時間だけ教えてください。残業時間？やっぱそうですね。まあ、人によってバラバラなのはもちろん。まあ、やる気のある人が残るみたいな感じで、まあそうですね。まあでもやっぱり平均年収が高いから、まあそれなりに、まあみんな人並み以上の暮らしは送れています。それってつまり、やる気があれば年収も上がるということでしょうか？あ、そうです、そうです。まあ正直残業時間が長ければ長いほど、まあやっぱ人って成長していくし、社会人としてのレベルがアップしていくと思うんですよね。まあ私の若い頃なんか月100時間残業なんとか当たり前で、まあ今でも私でも60時間ぐらいは残ってるんだけど。え、60時間？ええ。あ、長いですね。え、長い？はい。すいません。この会社はちょっと、やめときます。